でしょう。今日の今日もまた宿題です。今日は最後の宿題ね。はい、最後の宿題です。今回の宿題は私の発音聞きながらカマール語で書いて、あ、いやいや、日本語で翻訳してください。私喋る言葉ですね。日本語でどういう意味、ね、あるかどうかね。まず一つの文章です。あ、四つの文章です。はい。で、一個の文章は OK、聞いてね。で、その後は日本語で書いてで送ってください。当たるかどうか直しますので。OK、一つの文章は、クニョンアーチニジーピーサカマイバンテイテイ。もう一回。クニョンアーチニジーピーサカマイバンテイテイ。はい、一個の文章です。じゃあ、二個の文章。もう一個。二個目。4ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជាអូខេមួយកាយនេះ4ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកប្រទេសកម្ពុជាអូខេសបមកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនភាសាខ្មែររហូតដល់ម៉ោង2យប់មួយកាយចុះតាំងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានរៀនភាសាខ្មែររហូតដល់ម៉ោង2យប់អូខេនេះចាសាយកូនអបឺចូដេសមុនពេលគេខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរចាំមួយកាយនេះមុនពេលគេខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរអូខេこの発音はねちょっと聞いてみてまあその後は日本語に翻訳してくださいね3番目はちょっと難しいと思いますがまあ1、2、4まではちょっといいかもねはいじゃあまた次ですねお疲れ様ですバイバイ